イランこと、イラン・アラウジョ・ダッディーニャは、ブラジル・パラナ州クリチバ出身で、元同国代表の元サッカー選手。ポジションはフォワード。1999年、パラナクルーベでキャリアをスタート。2000年にサンパウロ FC へと移籍するものの出場機会が限られたため、アトレチコ・パラナエンセと移籍。2002年は深刻な怪我により、シーズンを棒に振ったものの、2003年は30試合16得点を記録した。2004年、300万ユーロでフランスの FC ソショーへと移籍。ソショーでの最初のシーズンとなった2004-05シーズン、リーグ得点ランキング4位タイの13得点を挙げる。翌2005-06シーズンも得点ランキング8位タイの10得点を挙げ、ソショーのエースとして活躍した。2006年7月25日、AS サンテティエンヌへ移籍。3年半の在籍でリーグ107試合に出場し、2008-09シーズンの UEFA カップでは6試合5得点の活躍でチームをベスト16に導いた。しかしながらリーグ戦では残留争いに巻き込まれるなどチームは弱体化。翌2009-10シーズンにはリーグでの出場機会が減少し、年明けに契約を解消。2010年2月1日にイングランドウェストハムユナイテッド FC と半年間の契約を結んだが大きなインパクトを残せずシーズン終了後に退団した。その後母国に帰り SC インテルナショナルと契約。しかし4試合出場しただけで退団し残りのシーズンを無所属で過ごした。2011年7月28日 AC アジャクシオと契約。主にトップ下で起用され、26試合で6ゴールの成績を残した。2012年7月12日、アジャクシオのライバルで、同じコルシカ島にある SC バスティアに移籍し、周囲を驚かせた。2003年、代表未経験ながら、コンフェデレーションズカップ2003のメンバーに選ばれ、グループリーグ初戦のカメルーン戦の66分に、アドリアーノとの交代で、ピッチに立ち、代表デビューを果たした。続くアメリカ戦にも途中交代で出場し、グループリーグ最終戦のトルコ戦では先発出場を果たした。しかしチームはグループリーグで敗退。それ以降、代表に呼ばれなかった。ありがとうございます。